海4バイト P-12 飛行する海4バイトから38891号機械4バイトはアメリカ合衆国のボーイング社が開発しアメリカ海軍で運用された副用艦上戦闘機1929年より運用されグラマン社製の F3 回が配備される1936年までアメリカ海軍の主力戦闘機であった P-12 は 海4バイトの派生型で主にアメリカ陸軍で運用された陸上戦闘機。同社の単用戦闘機である P-26P シューターが配備されるまで戦闘機として運用された。ボーイング製複用戦闘機の集大成として当時アメリカ海軍で運用されていた海2バイト戦闘機や F3 バイト戦闘爆撃機を置き換える目的で開発されたのが F4 バイトである。 社内名称モデル83として1928年に設計、開発に着手した。改良したモデル89とともに、海軍評価用の試作機、XF4 バイトから1として完成したのは1929年5月であった。同年に、モデル99、海4バイトから1として採用が決定し、直ちに航空母艦への配備が開始された。1938年に、 F3 回が配備されると、海4バイトは、第一線を退いて、陸上基地での雑用機として運用された。太平洋戦争開戦時においても、30機以上が海軍に在籍していた。その後は、無線操縦による無人標的機に改造され、姿を消した。海4バイトが海軍に採用された後、アメリカ陸軍航空隊でも評価試験が行われ、 P-12 として採用することが決まった。戦闘飛行隊など前線任務の P-12 は1934年から35年にかけて P-26P シューターに置き換えられたが、1941年まで士官学校や整備士学校で操縦、整備の練習機として運用された。会4バイトと P-12 は、双方とも当初は、 交換骨組にハフバリの胴体だったが、後期の方から金属製、モノコック構造の胴体となり、オゾリがオリンに改められた。海軍の F4 バイトから1から海4バイトから4までの方のうち、最も多く生産されたのは1932年から部隊配備された海4バイトから4であった。この方は垂直尾翼が再設計されたほか、 主翼仮面に爆弾が搭載できるようになっていた。陸軍の P-12 は P-12 から P-12F までのうち前日の全金属化などの新設計になった P-12E が最も多く生産された。ありがとうございます。